まーちゃんをハック物語第7部、始まります。煽り合戦に勝ったところから、スタートです。それじゃあ行きますよ。垂直動機に箱の回収を報告。他にはなんかないざんす。マフィアの取引場所の情報。直接ではなく物を置いてやり取りするため、横入れが可能。場所はブライトタウン中心街、北西おもちゃ屋さんの裏手。そんなもの横取りしたら、報復が怖そうですが、まあ下っ端が閉められるだけだろうし、ええか。袋をスキャンを通り、隠し部屋へ。ヘイルウィンおじさん。言われた通りパーツを取ってきやしたぜ。これで解読モジュールを作っていただけるんですね。助かります。なんと出かけてる間にデッキの改良案と装備を用意。至れり尽くせりすぎる。やばがすぎます。もらったのはジャックムーブ。スタックオーバーフロー。ウェット属性の全体攻撃。これで3属性が揃いましたね。グウィンおじさんは、まーちゃんに協力する以上、事件の全容を知る必要があると、独自にモノマインド社を調査。その結果、モノマインド社のセキュリティ内部にアクセスできない存在。ネットから切り離された知性、AI が隠されていることが判明。社のシステムを守るためか、社内の第三者から守るためか。いずれにせよかなり厳重に保護されている。モノマインド社にとって大事な存在の可能性が高い。お酒を楽しみながら作業を進め、目当ての解読モジュールをさっくり完成させたおじさん。ここでメモリのご会長かと思いきや、続きはライダーのところでやりなさいと手渡し。なぜやらないのか聞くと、やりたくないとシンプルな回答。まーちゃんの決意は支持するし手助けもする。だがこれ以上アブネルに関与する気はさらさらない。妹アマンダのこともそうですが、いかなる理由があろうと娘を放置したことは許せない。アブネルの不運に遭うのは自業自得というもの。この先はまーちゃんだけで頑張りなさい。最後の助言。アブネルパパは独断で何かの研究をしており、モノマインド社はそれを知りながら黙認していたのではないか。その研究がほぼ完成したため、収穫されそうになったと。複雑な心境を押して目のため手を尽くすおじの鏡。サンキューウィンおじさん。お前のそれに、ときめき 120%。次に来るときは梅ちゃん子を抜かしして、メガコーポの御曹司でも連れてきてやるぜ。ではライダーのところに戻る前に、細い用事を済ませましょう。ここがクダンのおもちゃ屋さん。2120年のヒーローアニメか。情報通り、裏手で物発見伝。マフィアに見つからない間にトンズラすっぞ。中身はポーション3つ。こんなもん道具屋で買いなよ。お次は買い物。レベル10を超えて、中級スキルが解禁。今回買うのはオンボードメモリー、中級ウェット属性のグロブ、中級回復のオーバードーズ。そしてデバフを1回阻止するものディフレクター。締めて2万5000円。またすっからかんになったぜ。デッキのメモリですが、上限は16で固定。戦闘中にソフトの交換ができるので、相手に合わせチェンジ。中級回復、ウェット、エレクトロ。サイバーは初級のグリッチ。あとはディフレクタとスキャン。メモリ15よし。ヘイライダー。クモロボくんの名前について聞いたところ、いくつか案を考えたとまんざらでもないライダー。なおどれもひどい名前の模様。センス最低クソネーム。グウィンおじさんの調整は完璧。これさえ使えば解析なんてちょちょいのジョイよ。カタ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 。データを解析したところ、中身はかなりの高度知性を有する AI と判明。モノマインド社は、この AI 技術を用いて、自社に秘匿している AI をさらに強化したいのかな？ AI にコンタクトを取るには、マーチャル空間へのダイブが必要。無論まーちゃんのデッキでそれは可能ですが、バーチャル空間はいつ、どこで、誰が作ったものなのか。ザ・ダークによる情報喪失で今やそれを知る者はいない。目を咲いたまみえてきましたね。文句を言いながらクモロボくんのベッドを用意したライダー。かわいいおっさんだな。さて、アブネルパパが作った AI がどんなものなのか、ちょいと拝見してやりますか。プラグイン。トランスミッション。一度メスやってみたかったんですよ。ずいぶん荒れたネット空間だな。まずは挨拶。相手は名乗りもせず証明しろと攻撃を開始。なんたる失礼。新たなエネミー発見伝。なんかモコモコしてますね。マインドスキャン。メインフレームプロテクター、オッスオッス。セキュリティシステムってことでしょうか。一撃93。順当に火力が上がっていらっしゃる。
緑ボムをスキャンしてもいいのですが、さすがに HP3000 を無視するのは危険。まずはプロテクターを倒し、カウント自爆でボムには消えてもらいましょう。中級ウェット、ブロド、一撃1431。結構出るじゃん、アゼルバイジャン。2回で倒せないのが厄介ですが、カウンターでこじけばどうにかなるはず。プロテクターのトルドにアタック。反撃は194で粉砕。いい感じ。しかし HP がもう危険水域ですね。2コル受けたらお達者しそう。2位で回復。回復入れてカウントボムの威力チェック。ガードを入れてダメージ軽減。波は47、呪縛は47。殴りと同じダメージならあまり気にしなくていいな。連鎖反応で消滅。スキャンは次の遭遇に持ち越し。娘を偽装して侵入の可能性は考慮しているのでしょうが、もう少し別の方法で試してほしいものね。荒れ果てた無人のバーチャル空間を進むと、遥か先に巨大質量のデータ見る。あれを目指して進めばいいってことね。先に行きたいものの道がない。何者だ。同じペアが登場。入るパスカル。マインドスキャン。バイナリブロビュラオスオス。HP4000。ジャンクヤードが1200だったっていうのに、ザコの成長があまりに早い。これはもうジャックムーブでも倒せないのでは。ちょっと小突いて自爆させた方が早いですね。ブロビュラは自爆処理し、残ったプロテクターをブログで掃除。助かったぜ。ではデジタル魔法陣をチェキ。どういうものかライダーに問い合わせるも、応答なし。どうやら通信が遮断されてしまったようですね。こうなれば、一人で解決するまでよ。新たなエネミー発見でん。今度は不気味なのが出てな。マインドスキャン。メインフレームゴースト、オスオス。広角機動隊か何か？ HP は1200と控えな。ここはお披露目に兼ねて、視察で一気に処理すっぺん。ゴーストの攻撃。手法が完全にホラーですね。出るゲーム間違ってない？母から絶唱打ちのさ。ステップオーバーフロー。1800から2100ダメージ。やはり高 HP 組は倒せなくなってしまいましたね。それでも、高威力の一撃には変わりなく、このまま残りも片付けましょう。終わったぜ。敵を倒したことでギミック発動。大地をつなぐ道が現れ進行可能に。次は左右のデジタル魔法陣をチェキ。何者だ。新たなエネミー発見でん。バーチャルバッタ。マインドスキャン。メインフレームウイルスを喪失。ディスク内にウイルス混入してるとか保存がダメすぎる。プロテクターから出ていた物体、あれ確保したウイルスだったのね。データ損壊は全員ウェット弱点。ネバネバ波動拳でエロ老人のようにしてくれるわ。ぶっかけてやったぜ。2番目は左のデジタル魔法陣を受け。イベントだろうとザコはザコ、一層処理で終わり。戦いが終わると中央に続く道1号が解放。右をこなせば繋がりそうね。わっすわーわー。では第3魔法陣チェキ。なんでガードと侵入者が一緒に襲ってくるの。わーい、レベルアップだ。レベル14に到達。めでて。 HP59 DP27 アップ。道を繋いで最後のデジタル魔法陣へ。ここのガーディアンは一味違うぞ。対戦よろしくお願いします。ボス、コンストラクトガーディアン。守護者っていうかあからさまに怪物ですが、げっ、胴体と左右腕の3パーツ。マインドスキャン。うわぁ、 HP46200。 いくらなんでも跳ね上がりすぎでしょ。
こっちの火力はあんまり変わってないんですけど、さすがにパーツは独立ユニット扱いではないようですが、それでもたまに2回連続で動く感じ。マインドスキャン。3パーツは HP 共有、どこを殴ってもダメージは一緒。ゲー、特殊攻撃、スキル使用不遠。やってくれたな。母から絶唱落ちのさ。スタッフオーバーフロー。3パーツに1290兆や大約3900ダメージ。なんたるバイオエネルギーの大解消のごとき力のうねりか。と言っても今まで単体で4000とか与えてたので、なんかパッとしない気もしますが、ママエアーロ。シスカケを使い、スキル不使用を解除。コンストラクトの行動は触手ペチペチ。スキル不遠、強攻撃の3パターン。強攻撃のエレクトロガンは回避。ちょろいぜ。スキル封印には、モノディフレクターで対応。ではパターンは全部見たので倍速。こんなクソタフネス等速で流すわけないだろ。今まで、ジャックムーブ2回で倒せていたのに、10回でも倒せないとかどうなってんでい。さて、コンストラクト胴体。パネルに記号の刻まれているのが、お分かりでしょうか。左右の腕いずれかを攻撃し、不正解の腕を攻撃すると、入力初期化。ペナルティの電撃が飛んできます。ちなみに正解は右右右。極端すぎる。また3回やり直しなので倍速。ジクショー。お前めちゃバカと言っても過言じゃありませんね。3連成功でパネル粉砕。爆発により HP が激減。残り5200ほどまでダウン。ちゃんと最初に決めておれば。パネルが壊れると行動パターンが変化。初手でスローを使われるため、アイテムとディフレクタで対応。また触手の威力も約2倍に上昇。HP を失って焦っておるわ。クソタフネスもここまでと知れ。ハッカー絶唱内野さん。スタッフオーバーフロー。微妙に残ったか。しかしもはや死にたい。俳句を読むがいいコンストラクト。わーい、レベルアップら。14から一気にレベル17。めでてぇ。HP207、DP93 アップ。ジャックムーブもレベルガンスト。さっきもろたばっかりなのに、バーチャル荒野の作用にいたのは。誰あろうアブネル・ソラレス博士。すなわちノアちゃんのパパであった。そのモヒカンヘアは何なんだ。手荒な真似じゃないんだよね。もっと HP の上げ幅を考えてくんないと困るよ。ライダーが確認した AI とはこのアブネルパパ。正確に言えば、パパの記憶を移植したバーチャルパパ。アブネルパパの研究は人間の記憶、意識をデジタル上に移植するというもの。研究の証明のため自らを移植したわけだ。記憶、考え方、知性の完全コピー。超高度 AI どころじゃない技術だ。乱暴な言葉遣いは良くないとたしなめるパパ。そういうのはもっと前にやってほしかったっすね。話を聞いた忍者第六感をお持ちの方同様のあちゃんも感づく。この研究は母アマンダのためではないか。確かに研究の出発点はアマンダの記憶をデジタル上に蘇らせることだった。しかし今はそうではないのだとアブネルパパは言う。この技術は人間の知性を完璧にコピーできる。ではそれを新鮮な肉体あるいは人造体にダウンロードしたら、病気や老いで死にかけている肉体を捨て去り新たな肉体へと生まれ変わることができるとしたら、それはまさに擬似的な不思議術ではないのか。そら結構なことですが、ノアちゃんには関係ない。ノアちゃんの目的はただ一つ、父親の奪還。モノマインド本社へ連行された。記憶が一定時間で更新アップデートされるので間違いない。しっかり定期バックアップを設定する技術者の鏡。うんこヘアのアーサーおばさんが強行手段に出た理由も不思議術ならば納得ですね。
結出した兵士をコピーし大量生産、巨万の富を持つメガコーポへの売り込み、自分や近しい存在の延命復活、そりゃあ CEO 自ら現場に出てきますわ。元研究員としての記憶と移動中の記憶をもとに、モノマインの社内部の情報をある程度ゲット。定期アップデートされたのは4時間前、以降アブネルパパがどうなっているかは不明。モノマインド社は巨大な怪物ヒドラだ。首を切り落としても油断することなかれ。お前はとっても強い子だとか、育児放棄してた過去がなければいいセリフなんすけどね。現実のパパがどうなろうと私は消えてなくなりはしない。不吉なことを言われつつ、バーチャルパパとの開口は終了。妻アマンダのため研究に傾倒していたのは最初の数年で、以降の数年は技術自体に熱中していたようですが、邪念が消えてもノアちゃんとの関係は戻らず、気まずさもあって距離を置いてしまったのでしょう。心の中で勝手に思われていても、そんなこと子供には伝わらない。チョナさんもそう言うとったわ。バーチャルパパの記憶から地図データを作る間、激務続きのノアちゃんは休憩しておけとライダーといったところで、今回は終了です。次回モノシティ。それでは皆さん、お達者で。